45度を意識して、袖口から脇の下がチラリと見えるように。リサラ、やればできるじゃないか。こんな格好で本当に男子は喜ぶの？ああ、服からチラリと覗く脇、鎖骨、裏地、男のフェチ心はそれらにビンビン反応するんだ。ちょっと理解できないんだけど。俺を信じてくれリサラ、他のことはともかくエロに関してだけは。わかったわ。よし、次のセクシーポーズ行くぞ。じゃあこんな感じに、そう、チラリズムを意識して。ダメだダメだダメだ。お前の使命に対する気持ちってのはそんなもんなのかよ。お前にとっての得意者ってそんなもんなのかよ。お前はとてつもないポテンシャルを秘めているんだ。俺のスピリッツの全てを注ぎ込みたいと思えるほどのな。自分で限界を作るなよ。お前ならもっとできるはずなんだ。じゃあしょうがないよな。お前がこれ以上を望まないというのなら仕方ない。ここからはレベルを落として。誰に向かって口を聞いているのかしら。面白いじゃない。もっとレベルの高いのを教えなさいよ。グリムワルド錬成学校を首席で卒業したこの私にレベルを落とす必要はないわ。言ったな。よし、ここからはビシビシ行くぜ。うん、